現在、私の家には2匹のヒョウモンとカゲモドキがいます。まず1匹目はこのハイイエローです。推定ですが、購入当時の月齢は約2ヶ月です。そして購入3日後の体重は7グラムでした。この頃は毎日餌を食べていました。この映像は2021年6月です。その後体重は3月末には16グラム、4月末には28グラム、5月末には39グラム、6月末には42グラム、7月末には43グラム、8月末には48グラム、そして9月末にはあれ、前月末よりマイナス1グラムの47グラム、それ以降は46グラム前後を行ったり来たりしています。体重が変化しない理由は後ほどお話しします。そしてこの映像が2021年12月現在で、体重は46グラムです。そうすると9月から体重の変化はほぼありません。2匹目はこのスーパーハイポタンジェリンです。本当にスーパーハイポタンジェリンかどうかは別として進めていきます。この映像は2021年5月、購入当日です。この個体もはっきりしませんが、この時点で月齢約2ヶ月ということでした。体重の変化は、購入当日が5グラム、5月末に9グラム、6月末に21グラム。この映像は2021年6月です。そして、7月末に28グラム、8月末に54グラム、9月末に60グラム、それから12月末までは、ずっと60グラムのままで変化はありません。これが2021年12月現在の姿です。今お伝えした通り、体重は60グラムです。誕生月がはっきりはしていませんが、どちらも生後2ヶ月での購入とすれば、画面左側のハイイエローは9月までの生後約8ヶ月で、そして画面右側のスーパーハイポタンジェリンは10月までの生後約7ヶ月で、体重の増加は止まっています。では体重が増加しなくなった時に何が起こったかというと、餌を食べなくなったのです。体重が増加している間は1日でミルワームを約10匹食べていました。その後、体重増加が止まった頃からは1ヶ月でミルワームを10匹くらいです。餌の食べる量は超激減しましたが、水飲みに関しては以前と変化はありません。そしてうんちもほぼしなくなりました。私の給餌方法は、大きい餌で1日分としてミルワームを10匹器に入れ、それをヒョウモンとカゲモドキが食べる方式です。食べないと知りつつも、10月までは毎日ミルワームを与えていましたが、11月からは1週間に1度の給餌に変えました。その1週間に1度のペースでさえも1匹も食べないこともよくあります。これが完全な大人の体なのかはまだ分かりません。しかし栄養分を貯めておく尻尾がまだまだ膨れているので、体には大きな支障はないと思います。ただこれだけは言えます。この接触期間の長さは驚異的です。また家にいる池への準備やミルワームが完全にだぶついています。